はい、皆さん毎度毎度。はい、足を組んでるお姉さんね、くつろぎモードだね。雑誌読むのにやっぱり膝に乗せた方が読みやすいんだろうね。あと自分なんかは足がね、グラグラするってのブラブラするってのすると落ち着かないから足組んで固定して気持ちを落ち着かせるっていう意味もあるよね、自分はね。あと考え事するときね、やっぱり腕組んだりねするのをやっぱり腕がブラブラしてるとなんか気が散るからね、やっぱり集中できないから腕を組むとかね、なんかそういう心理ってのあるよね。はい、足組んでたお姉さんのカットね、まあ襟足の長さ切ってね、でまあ薄くすると全体に髪の毛が結構硬くてなんか癖毛っぽいんだよね。だけどやっぱりまっすぐだと嫌だから必ずパーマかけんだよね。やっぱりね、後ろの方でもサイドでも2ブロックでね、中の方を少し短く切ってすく量を減らしてるっていうのは、セニング量をちょっと減らしてね、やっぱりセニングたくさん入れると、入れればセニング入れれば入れるほどボリュームが出るっていうけど、ボリュームが出るってことはないよね。ヘアクリームとかヘアオイルで今の方は抑えるからね。ただバサつき感、ツヤがなくなるかもしれないよね。まあ、それもね、表面をセニング入れなかったら、今ほらオイル系のもので抑えてしまえばツヤはね出るからね。まあ、2ブロックでね、内側にレイヤーかグラデーション入れるわけだけど、中途半端なことするとね、上にかぶした毛とこの三角の部分が結局ないわけだから、隙間感ができちゃうっていうの？中途半端に上を長く残したりするとね、あと薄く表面がペランペランの状態だったりするとね、これがちょっと注意だよね。ストレートパーマをかけたような方だとね、あんまり2ブロックするとなんか隙間感っていうか、2ブロックカットが目立つんだよね、2段カットがね。だったら毛先やっぱすいた方がいいかなとかね。まあ、こういう場合ね、後でね、ああした方がいい、こうした方がいいってね思った時はまあやっぱり遅いんだけどね、やっぱ経験積んでると一瞬で出るんだよね。この場合はこうがいいってね、バカの一つぼうで2ブロック2ブロックってやってたけど、もう髪の毛の状態見て、あ、やっぱりこれは毛先軽くすいた方がいいとかね、宿毛矯正かけて髪の毛に幅がない人がちょっと内巻きになんて言った時はね、まあ、今回今切ってるお姉さんね、パーマかけた後サイドに関しては2ブロックの方が収まり良かったかな。後ろはやっぱりどっちがいいんだろうね、やっぱり2ブロックの方がちょっとは良かったかね。すいただけだとどうしても毛の量は減るけど厚さってのは見た目変わんないかんね。はい、奥のおじさんね、まあカット、まあ普通のカットだけど毛が細いんだよね。こういう人ってやっぱりバリカンだとさ、毛が逃げちゃって差し毛だらけになっちゃうんだよね。まあ最近バリカン去年買ってまだ1年ぐらいだから切れるけどね、もう3年も4年も使ったバリカンの刃だとね、もう差し毛だらけだよね、逃げちゃって。でね、ミシン油かなんか刺してやってるとね、ミシン油の粘着力で毛がくっついちゃってさ、入っていかなかったりするよね、細毛の人はね。当然ドライカット系でやんなかったらもう切りにくいね。シザーで刈り上げするのも濡らしちゃうとさ、地肌にペットリへばられちゃって切りやしないよね。切りはしないっつうのは刃物的に切れないんじゃなくて形を作りにくいってことね。なんか切っても髪の毛が寝ちゃって潰れちゃってさ、だったらドライカットでふわっとした状態で切った方が何をしてんのか分かるよね。濡らしだともう何してんだか分かんなくなっちゃうもんね。はい、お疲れ様でした。